皆さんこんにちは、ラブカーズ TV アシスタントの兵藤凛香です。本日はこちらプリウス PHEV の行動試乗をしていこうと思います。見た目もだいぶ見慣れてきたよって方多いと思うんですが、改めて簡単に内外装チェックと行動試乗行ってみようと思います。これすごいな。まずはボディサイズですが、全長が4600mm、全幅が1780mm、そして全高が1430mm となっています。まずはフロントフェイスからですけども、もうだいぶ見慣れてきたっていう人が多いんじゃないかと思うんですが、やっぱりですね、何回見てもこのくり抜いたようなコの字のヘッドライトはかなり印象的だなっていうふうに思いますね。そして基本的に通常のハイブリッドモデルとデザインは変わらないんですが、正面から見た時に唯一 PHEV だっていうふうに分かる部分がですね、この下のロアグリルがですね、こちら通常のモデルですと、グレーメタリックになってるんですけども、ここがですね PHEV のみ金属っぽいような質感に変わっているということです。金属っぽい質感になっているので、通常よりもちょっとワンランク上の高級感と、正面から見た時の PHEV の見分け方にもなるということですね。続いてサイドに回ってきました。相変わらずですね、真ん中より後ろ側が高いデザインと、かなり寝たこの A ピラーが相変わらず特徴的だなと思います。ということで早速ですね、タイヤを見ていこうと思います。こちら装着されているタイヤはですね、19550R19 ということで、19インチのタイヤが装着されています。こちらはですね、通常のハイブリッドモデルのタイヤと、メーカーはですねブルーアースということで、同じものが装着されています。ただホイールを見てみると、こちら通常の別のモデルですとグレーのホイールがついていたんですが、こちらはツヤのある綺麗なブラックとなっています。で、切削加工もされていて、これがなんともスポーティーでスタイリッシュな印象を受けます。そしてですね、 PHEV にしか付いていない特殊な機能が付いているんですけども、通常、AC の 100V、1500W の電源を取れると思うんですけれども、それだけではなくですね、ヘブ給電モードというモードがあって、こうバッテリー残量が減ってもエンジンを都度回して発電して給電を続けてくれるという機能ですね。こちらはどういう時に役立つかっていうと、やっぱ災害時、停電してしまったりだとか、そういう時に役立つ機能です。満充電かつガソリンも満タンの状態ですと、約一般的な家庭で使われている電気を想定すると、なんと5日間も電力が供給できるっていうそうです。でですね、今はちょっとついてないんですけれども、外部給電アタッチメントっていうものがサイドガラスのところにつくんですけれども、こう窓を閉めた状態でもコードを出すことができて、こう雨だったり虫の侵入を防げる、そんな機能がついているということです。で、その外部給電アタッチメントは全て標準装備で、こちらトランクの中にですね、外部給電アタッチメントっていうものがこちらに入っています。で、実際ですね、取り出してみるとこんな感じです。意外と軽い、そして樹脂のパーツが出てきました。で、こちらをどうやって使っていくのか実際にやってみようと思います。右リアドアに装着しようと思うんですけど、まずドアを、開けます。半分ぐらい開けて、で、先ほどのこのアタッチメントをこのように差し込んで、この状態でドアを閉めると、このようにパチッと閉まって、ドア自体はここまでしかないんですけど、その分のアタッチメントがあるので、ここに隙間は空いていないということになります。そしてここにだけ、こちらゴムで柔らかく線が出せるようになっているんですけども、こちらで雨や虫の侵入を塞ぎながらも、ここから外に向かってコードを出せる、そんなアタッチメントになっています。かなりシンプルな構造ではあるんですけども、確かに今までなかったすごい便利な機能だなというふうに感じます。ちなみにアクアから導入されているということで、アクアと現在こちらプリウス2台がこの外部給電アタッチメントがあります。大谷と言います。よろしくお願いします。まず出力が仙台よりも上がってます。充電効率が上がってます。で、あとですね、見た目でやっぱり一番違うのはですね、仙台は接合ラインが白く見えてたんですけども、実は接合ラインが見えなくて、裏側で接合してるので表面に出てこないので、非常にすっきりとした衣装になってます。そうですよね。私も
何気なく見たら、はい、ソーラーパネルがついてるの気づかないぐらい。あ、そうですよね、はいはい、基本的に衣装的にも非常に優れたソーラーパネルを今回採用しています、はいはい、あと実際ですね、充電はですね、あのこういう停止時の時には駆動用バッテリーの方に充電して、はい、走行中はあの補給バッテリーの方に充電しに行って、例えばエアコンだとかオーディオだとか、そちらのその消費を補うようなシステムになってます。ありがとうございます、はい、はい、そして続いてリアに回ってきます。相変わらずですね、このスポンと切り落としたようなデザインが新型プリウスだなっていう、こう象徴を感じます。後ろのデザインもですね、大きく変わったことはないんですが、一つ変わっている点がありまして、このテールランプですね、こちらが通常のハイブリッドモデルだとこの部分が赤い色をしてたんですが、これはですね、グレーのスモークテールランプになっています。こう個人的にはですね、赤より私はグレーの方がよりスタイリッシュに感じて、特に先進的だなっていうふうに感じます。そして、はい、PHEV なので、こちら右側のところに PHEV という、こうレターマークが装着されています。後ろから見るとですね、こう台形型をしていて、すごい低重心を感じさせるフォルムになっています。続いてパワートレインを見ていこうと思うんですけど、パワートレインは2リッター直列4気筒エンジンのプラグインハイブリッドシステムということですね。最高出力が164kW の223馬力なんですけれども、これがですね、なんと先代モデルの PHEV 約2倍のパワーということです。0-100加速は 6.7 秒というハイパフォーマンスの動力性能なので、まあ、気になるのが燃費なんですけれども、 WLTC モード、まあ、こちら標準で19インチのタイヤがついているのでリッター 26km、 そして17インチのタイヤを装着するとリッター 30.1km、 こうハイパフォーマンスなんですけれども、燃費を犠牲しないパワートレインになっています。続いて内装を見ていこうと思います。フロントのドアトリムは通常のハイブリッドモデルと特に違いはなく、こう黒一色で引き締まったデザインになっています。そして中を見てみますと、こちらシートに、シート基本ブラック基調なんですけれども、ここに赤のアクセントがあって、こちらよく見ていただくと外側が合皮のレッドが、そして内側がまたちょっと別の素材のトーンが違う鮮やかなレッドがあしらわれています。そしてヘッドレストやその他いろんなところにこのレッドステッチが入っているのが特徴です。素材としては合皮になっていて、そちら背中の部分、そして座面の部分は一部パンチング加工がされています。そしてステアリングもこの赤いステッチが入っているのが特徴的で、スポーティーな印象を受けます。そしてステアリング類のスイッチは通常のハイブリッドモデルと特に変わらず、こちら右側がですね、クルーズコントロール系のスイッチになっています。そして左側がオーディオ系のスイッチになっています。じゃあダッシュの部分のこの赤い装飾もすごく特徴的で、じゃあカメラで伝わりにくいんですけども、若干細かいパールが入ったような、少し金属っぽいような質感になっていますね。はい、そしてこちらのスイッチ類は AC100V 給電のオンオフの切り替えボタン、ラゲッジガソリンの給油口のボタンがついています。ステアリングヒーター、そしてアダクティブハイビームのスイッチがこちらについています。そしてプリウスといったらかなり特徴的なこの飛び出たメーターなんですけれども、過去の動画でも何回か言われてますが、164センチの私に合わせたドライビングポジションになっているんですけれども、こう目線にカメラを合わせてみるとですね、やっぱりメーターにステアリングの上の部分がかなり被ってしまっているなっていうのはあります。そしてこちら 12.3 インチのディスプレイは、こちら Z グレード、高いグレードに標準装備される大きさなんですけれども、 PHEV は Z グレードしかそもそも設定がないので、必然的にこちら 12.3 インチのディスプレイがついてくるということになります。じゃあエアコンのスイッチ類も全て物理的のスイッチになっているので、だいぶ扱いやすいです。そしてその下には USB の Type-C のポートが2つついていますね。こちら充電と Apple CarPlay などが使える入力端子になっていますね。そしてこちらには 12V のシガーソケットがついています。その下にさらにスマートフォンなどが置けるトレイがついています。さらにここを開けてみると収納が出てきます。そしてドリンクホルダーもですね、分かりやすいように横並びになっていて、こうしっかりとホールドしてくれそうなグリップ素材がついています。そして注目なのがやっぱりこのスペースですよね。こちらがなんと非接触充電になっています。横に置く型の充電ポート、最近かなりメジャーになって装着されている車多くなりましたけど、このですね、縦に入れるっていうのはスペースもあまり取らないですし、すごくいいアイディアだと思います。
してシフトノブの後ろ側にはパーキングだったりドライブモード切り替えのスイッチがあるんですけれども、唯一こちらのスイッチがですね通常のハイブリッドモデルとは少し異なります。というのもですね EV モードっていうボタンがついてたんですけど、それが変わってオート、EV、ハイブリッド切り替えスイッチ、そしてハイブリッド EV ホールドチャージというボタンが新しくついています。まあ、名前の通りこの EV とハイブリッドをオートで切り替えてくれますっていうスイッチと、ハイブリッドと EV を任意で切り替えてその切り替えたモードを優先してホールドしますよっていうボタンになっています。こちらがですねやっぱり大容量のバッテリーが積まれている PHEV ならではの新しい機能のボタンとなっています。そしてこちらアームレストのところを開けると収納がかなり、これ結構手のひら1枚以上の深さがあります。こちらにも USB の Type-C のポートが2つついています。身長164センチの私が今適切なドライビングポジションを取ったんですが、その状態ですと、はい、頭上が拳2個以上スペースが空きます。そして肩の上の部分もですね拳1個半ぐらいスペースが空くので、私よりも大柄な方でもかなり余裕があるんじゃないかなと思います。そしてヘッドレストも私の体格ですとかなり適正なちょうどいい位置に来てくれます。続いてリアシートを見ていこうと思います。早速乗り込んでみます。先ほど身長164センチの私がドライビングポジション合わせたんですけれども、拳で言うと3個半分ぐらい空いています。膝前はかなり広いんですけども、足をこう伸ばすとやっぱりですねシートレールの下に到達してしまいますし、下もですねあんまり広くないので、ちょっとこのつま先が当たって挟まる感じっていうのはやっぱり前回から同様にあるかなと思います。そして頭の上は拳1個ちょうど入る分ぐらいですね。まあ、外から見ると後ろ側が高くなっているデザインなので、もうちょっと頭の上のスペースあるんじゃないかなと思ってたんですけど、ここは意外とちょっと狭めで、やっぱですね後ろにこうダランとするとちょっとですねルーフ近くて圧迫感っていうのは正直感じます。ただ膝前はすごい広いですし、座面の高さと長さもしっかり確保されているので、そこら辺は座り心地は非常にいいです。でセンターコンソールの後ろ側はエアコンの吹き出し口はなく結構シンプルで、そしてこちら AC100V 1500W のコンセントがこの部分についています。センタートンネルですねかなり低くて、後ろ3名掛けしても真ん中の人も比較的快適に乗りやすいんじゃないかなと思います。続いてアームレストを出してみます。ドリンクホルダーがですねこちらもありがたいことに横並びになっているんですけれども、下がですねプラスチックそのまんまで、かつホールドしてくれるようなものもないので、ここはですね走行中、まあ、若干カタカタは気になるのかなと思います。そして、はい、高さも若干低めかなとも思うんですけど、まあ、お子さんだったり女性の方だったら、まあ、ちょうどいいかなと思います。これ結構背の高い方にとっては、まあ、だいぶちょっと低めになっています。肘を置いて重心をかなりかけてみたんですけど、だいぶ柔らかくて沈み込むような感じがありますね。この沈み込むような感じはもしかしたら若干人によっては疲れやすいと感じる方もいるんじゃないかなと思います。続いてウィンドウをチェックしてみようと思います。スイッチはオートのスイッチになっていますね。お、カットも少ない上に全部開いてくれる、かなりこれ開放感ありますね。プリウスの窓がそもそもの縦幅がそんなにないので、こう横に長く開いてくれるっていうのはかなり嬉しいです。ラゲッジはこのように電動のテールゲートとなっています。相変わらずですねこの開口部は縦に長く確保されていて、大きい長い荷物なんかも楽々乗せられるような感じになっています。サイドがえぐられたようなデザインになっていて、長いものなんかはこう手前に乗せることができます。ただこちらにですねボックスがあるので、こちら側がですね若干こう高くなっているので、長い荷物なんか乗せた時は幅は確保されてるんですけども、高さがちょっとあるのが気になるかなと思います。そして右側には LED かなり白い明るいランプがついています。そしてこちらには AC100V 1500W のコンセントがこちらについていて、給電が可能となっています。続いて床下を見てみると、こちらですね充電プラグとタイヤパンク修理キットが入っています。ラゲッジの容量に関してなんですけれども、床の下にバッテリーが積まれているのでスペアタイヤが乗っていないんですけれども、通常のハイブリッドモデルのスペアタイヤが乗った時と同じ容量になっています。それではリアシートを倒してみようと思います。こちらがロックを解除するレバーなんですけれども、手前に引く側ではなく奥側に倒すタイプの向きなので、押したまんま倒せる、これはですねすごいやりやすいですね。
こっち押す方向にレバーも解除する、でそのまんま倒せる。これがですね、すごい意外と手前に引くタイプの方が多かったりするんですけど、こちらがすごい扱いやすいです。そして見ての通り本当にフルフラットですね。なので車中泊なんかも小柄な方だったら難なくできるんじゃないかなと思います。はい、それでは早速試乗に行ってみようと思います。私 PHEV プリウス初めて乗ったんですけど、信号からスタートする時点で、あ、もうこれは通常のハイブリッドモデルよりもかなり力強いなっていう印象がありましたね。そしてそこから徐々にアクセルを踏み始めていった時のこのやっぱスムーズでかつ滑らかな加速感っていうのが、やっぱこれは EV とか PHEV じゃないと出せない味わいだなっていうところは感じました。まあこれは通常のハイブリッドモデルでも共通する点なんですけれども、賛否両論のあるメーターについては、正直私が今適切なドライビングポジションを取っている段階では、あとね、どうしてもステアリングの上の部分で隠れてしまっているので、ここはちょっとメーターが見づらいなっていうところはやっぱりありますね。目線に対してこうダッシュよりも飛び出た形になっているので、そこも若干視界を悪くしている点なので、やっぱりこのステアリングとのこの方の間から見えるレイアウトの方がまあ良かったんじゃないかなとは思います。こうアクセルを徐々に踏んでいった時のこのモーターのヒュイーンって音はね、結構聞こえてきますね。音色自体はそんな嫌いな音じゃないので、そんな特別不快には思わないんですけど、一度気にするとちょっと気になってくるかなっていうのはあります。 PHEV ならではの機能としてはここに今ついてるんですけど、オート EV ハイブリッドの切り替えスイッチか、もしくはハイブリッドと EV のホールドチャージモードっていうボタンがついてますね。で今オートになってるんですが、オートの段階だと今ハイブリッド状態になっていて、まあ、多少バッテリーを充電している形になってますね。 EV オートモードを一度押すと、まあ、オート切り替えのスイッチで、もう一回押すと EV モードっていうことになります。で今ちょうど、まあ、充電いっぱい溜まってるので、こちら EV モードを押して EV 状態をホールドさせた状態で走行していこうと思います。いや、やっぱ静かですね。エンジンの音がないと本当に快適です。エンジンの音が少ない分、やっぱこの風切り音だったりロードノイズって、まあ、目立つと思うんですけど、そんな大きくは感じないですね。今のような緩やかなコーナーをコーナリングしていく時も綺麗に、やっぱバッテリーが下に乗ってるので、その分下に重心がかかってきて、上半身がこう左右に揺すられないようなこう安定した曲がり方はしてくれますね。まあ、低重心なので安定した乗り心地っていうのはあるんですけど、ドライバー目線からするとやっぱ通常のハイブリッドモデルの方が、まあ、キビッという動きはするのかなと思いますね。ただ同乗者がいる場合には、まあ、圧倒的にこっちの方が乗り心地としてはいいんじゃないかなっていうのは個人的に思います。ただまあドライバーが楽しむっていった点では、まあ、ここは好き嫌いが分かれるのかなっていうふうに思いますね。ブレーキ踏んでない状態でアクセルオフしたんですけれども、結構ね回生が強くかかりますね。こうアクセルオフしてちょっと時間が経ってから回生がぐんとかかる感じですね。で特にですね、その下り坂なんか入ると回生ブレーキが強く効いてくれるので、こうフットブレーキで調整する必要があんまりないのがすごいいいですね。ストレスないです。でこの自動的に回生ブレーキが介入するのも特に違和感なく自然に徐々に介入してくれるので、すごくノンストレスでいいです。あと、まあ、視界についてやっぱ A ピラーが先代のモデルに比べてかなり寝ているので、まあ、そこを気にされている方結構多いと思うんですけど、まあ、実際乗ってみて結構このね三角窓のところが大きく確保されていたりと、まあ、工夫はすごく感じられるんですけど、やっぱ多少視認性視界が悪くなるっていうのは正直あります。ただやっぱこの三角窓からはかなり面積見えてますし、このサイドミラーの間のスペースからも外見えてるので慣れるしかないかなっていう感じですね。で料金所から加速してるんですけども、これすごいな。かなりインパクトダイナミック感がやっぱありますね。やっぱ223馬力を記録しているということなので、もうプリウスだとはいい意味で思えないですね。もう本当にハイパフォーマンス乗って
ってて気持ちいいですね。正直この従来のプリウスっていう概念を覆すようなこの1ランクも2ランクも上なこう乗り心地、走り心地っていうのがもう本当に最高ですね。PHEV 通常のハイブリッドの肉モデルと比較して重量がですね100キロ以上重くなってるんですけど、まあ、そこどうかなって思ったんですけど、まあ、やっぱり100キロかなり大きいのでハイブリッドモデルのキビキビ感というか軽快さっていうのはあんまりなくて、どちらかというと、まあ、100キロ重量がさらにこう下側に増えてるのでこうゆったりとした落ち着いた乗り心地っていうのがこの100キロによってまあ叶えられているのかなと思いますね。先ほどもお話ししたんですけど、やっぱここはね正直好みの問題なのかなっていうふうに思いますね。基本的にこのキビキビしたドライビングをこう操作して楽しみたいっていう場合に関しては、まあ、PHEV は、まあ、正直そんな向いてないなって思いますし、こうゆったり家族とかを乗せてドライブしたいなっていう人にとってはもうこの PHEV の乗り心地はもう最高だと思いますね。あとはこれ1個乗って気になったのがですね、後ろの視界っていうのが、まあ、他の車と比べてやっぱやや狭めっていうところがありますね。もちろんクリアに見えてはいるんですけど、その面積がだいぶ少なくなっていますね。今ですね、大黒パーキングエリアの大きいこの縁石を乗り越えたんですけど、ちょっとね想像してたよりだいぶこう入力のショックも少ないしボディの揺れも少なくてちょっとねびっくりしちゃいましたね。細かい段差は結構、まあ、如実に細かく凹凸を拾う感じはするんですけど、逆にこうガツンとした大きい縁石を乗り越えるときはそんなね実際よりも大きく感じないですね、ショックが。やっぱりでも高速道路でそこそこのスピードで走っていてこうつなぎ目とかの段差を乗り越えるとちょっと余韻でこのボディが揺れる感じはありますね。ただそこまで大きくないですし、むしろそのハイブリッドモデルに比較すると、まあ、どっしりしたゆったりした感じになるので車に酔いやすい方なんていうのは PHEV モデルの方が、まあ、不快な揺れは少ないんじゃないかなと思います。やっぱそこそこの速度域になるとロードノイズというか細かい路面を、まあ、拾っている感じっていうのはかなり大きくなりますね。ただそんな会話が聞こえなかったり音楽が聞けないほどのレベルではないので、まあ、価格帯で言ったらかなりいい方なんではないかなと思います。やっぱり PHEV なのでアクセル踏んだ時のレスポンスもすごいですし、何よりもこの200馬力超えというこのハイパワーなので、まあ、個人的な要望としてはもうちょっとステアリングのレスポンスとダイレクト感が強ければバランスが取れてたのかなっていうふうに思いますね。通常のハイブリッドモデル乗った時はそれぞれのレスポンスのバランスがすごいよく取れてるなって思ったんですけど、やっぱ PHEV でこの加速感っていうのがさらにアップしてくれると、それに伴ったこのステアリングのキビキビ感とかあっても、まあ、ドライバーとしてはすごい乗りやすいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ、ただプリウス自体そもそもそのスポーツモデルっていうことではないですし、万人が乗れるような車なので、まあ、ここは個人的なちょっと好みというか感じた点だなと思っていただければと思います。この PHEV ならではの機能といたしましては、結構ですね通常のモデルとは違う機能が追加されていて、ハイビームに関しては、まあ、通常のモデルはオートマチックハイビームということで対向車が来た時に自動的にライトを下向きに切り替えてくれる、そして上向きに戻してくれるっていうこう機能があったんですけれども、この PHEV に関してはですねアダクティブハイビームというものがついていて、オートマチックハイビームとどう違うのかっていうと、一部分だけ照射範囲を変えてくれるという機能ですね。これが PHEV のみに標準で装備されている機能になっています。そしてヘッドライトに関してでもですね、こちらちょっと違う機能がついていて、こちらの PHEV になるとですねヘッドランプレベリングという機能がついていて、まあ、角度だったりに対して照射範囲をこう自動で調光してくれる機能がついています。まあ、今日市街地と高速道路を乗ってみて、やっぱり通常のハイブリッドモデルじゃ味わえないスポーティーさというかダイレクト感、やっぱここは PHEV のねすごい強みだなっていうのを感じましたね。そして乗り心地に関しても、これは個人的にどっちがいい悪いという話ではないんですけども、だいぶ違いが出ていて、通常のハイブリッドモデルだとやっぱりどちらかというと軽快でキビキビ曲がっていけるっていう印象だったんですけれども、こちらの PHEV は、まあ、重量とその重心っていうのがやっぱり多少違うので、どちらかというとゆったりどっしりとしたそういったどちらかというとラグジュアリーな
乗り心地っていうのを感じることができました。 PHV だから気になる点っていうのは私自身はあんまり感じられなくてすごい良かったですね。価格を見てもだいぶコストパフォーマンスが高いんじゃないかなっていうふうには個人的に思います。この乗り心地とかに関してはやっぱり好みが通常のハイブリッドモデルと PHV モデルであると思うんですけど、ここは一度その差を体感していただきたいなと思います。今回ですねこちら後ろに BG4X が見えると思うんですけども、 BG4X のソフトウェアのアップデートが大きめのものがあったということで、それについてもちょっとお話を聞いてみようと思います。この度、BG4X に関しまして、ラインオフして以来あのお客様からいろいろと多々ご指摘をいただきましたので、その内容について3点、ご説明させていただきます。5月からお客様に対して、案内させていただいて、ご足労をかけることにはなるんですけども、販売店の方に車両を持ち込んでいただいて、無償で対応させていただくことになっております。でまず1点目、急速充電に関する変更は2点あります。1点目は1日の中で急速充電を何回もこう繰り返して急速充電をすると出力を制限かけて充電時間が長くなってしまうというような事象がありますので、そこに対しての対策を打ってまいります。私たちからは1日に2回ということは言ってないんですけど、いろいろとウェブ上で今1日に2回しかできないんじゃないのかというようなご意見をいただいております。正確に言うと2回という回数ではないんですけども、電池の容量で 10% から 80% をだいたい1回のその充電の容量として数えて、それの2回分相当の電池の充電をしたときに、それ以降出力を絞ってしまうというような事象でありました。これまで、でそこに対して、これまでの2回相当から、2倍の4回相当までは充電をしても制限をかけないような対策を取っていきます。でそこはですね、充電の電流の入れ方をこううまくコントロールすることによって、そのような対策を取ってまいります。でもう1点なんですけど、先ほどの 80% まで充電をしたあと 80% から 100% にかけての充電の出力がですね、電池をやっぱり長く使うために、そこはですね電池に優しく電流を絞ってまいりました。ただやっぱりそこもですね、お客様から、ちょっと充電時間が、だいぶ時間がかかってしまうというような、ご指摘をいただいております。これまで 80% から 100% までで、60分程度時間がかかってましたが、そこを2、30分短縮して、3、40分で、充電が完了するような、ところまで対策を取ってまいります。いずれもその2点、やはり先ほどもちょっとお話しましたけど、電池をしっかり劣化させない、長く使っていただくっていうところを私たち優先度高く設計してまいりましたので、このようなちょっと事象が起きてしまってましたが、より合理的なところを落としどころとして対策を取らせていただきます。で続きまして、2点目がですね、ちょっと実際に車両を見ていただいた方がよろしいかと思います。メーターの表示の対策になります。ということで今日1日プリウスの PHEV 新型を乗らせていただいたんですけれども、以前乗ったハイブリッドモデルと比較してラグジュアリーな乗り心地を体感することができました。一方でハイブリッドもより軽快でキビキビ乗れるっていうようなそんなメリットもあったので、乗り心地に関してはだいぶ好みが分かれそうな予感がします。普段から家族を乗せたりしたいという場合は断然 PHEV をおすすめしたいかなと思います。さらにこのライトのアダクティブハイビームだったり、このレベリングっていうところは PHEV にしかついてない機能ですので、通常のハイブリッドモデルよりも1ランク2ランク上のところにいるのがこの PHEV かなっていうふうに個人的には感じました。気になるお値段ですが、車両本体価格が460万円となっていて、オプションがこちらのようになっています。そして合わせることの
504万2200円ということになっています。これに関してはもう完全に個人的な意見なんですけれども、500万円かなりコストパフォーマンス高いんじゃないかなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録いただければ次のあなたの愛車が見つかるかもしれません。また取り上げてほしい車種企画等ございましたらコメント欄までお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ラブカーズ TV 兵頭凛香でした。